皇女殿下と先生術師、そして雄弁なカラスの進化。お主たちに比べれば拙者はただの凡人でござるよ。稲妻の楓原和葉、皆に会えて光栄でござる。その和葉というものよ、力と名を告げよ。お嬢様は職業と趣味は何ですかとお尋ねになっています。その拙者はただの通りすがりで、取り柄などこいつは武術に長けていて、誰も耐えられない攻撃を受け流すことができるんだぞ。それに凡人には想像もつかないような速度で雷みたいに剣を振るうんだ。え、そんなすごい人だったの？どれどれ。お、これは。カズハさんのような剣の達人にお会いできてとても光栄です。みんなの護衛をあなたに任せてもいいですか？ユーヤ浄土の宮廷守衛長に任命するわ。メギストス卿までそうおっしゃるとは、実力は確かなのでしょう。